サンフランシスコ近代美術館はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市にある近現代美術専門の美術館である。アメリカ西海岸で初めての20世紀の芸術作品のみを展示する美術館サンフランシスコ美術館として1935年にオープンした。開館後60年間はシビックセンターの戦没者記念ビルの上階を使用していたが、 1975年に近代美術館として国際的にも名の通る美術館となった。1995年には大規模な改修と拡張を行うため、相馬のヤーバブエナガーデンに隣接した現在の場所に移転。建築家マリオボッタの設計による特徴的な建物になった。この時、ニューヨーク近代美術館と区別するため、エ f セフモマとの相性の使用を開始した。 2013年からさらなる拡張工事に着手し、2016年に再オープン。拡張された建物は建築家数の下手によるものである。収蔵作品には、アンディ・マティスやジャクソン・ポロック、リチャード・ディ・ベンコーン、パウル・クレイ、マルセル・デュシャン、アンセル・アダムスなどの3万3000点に及ぶ作品がある。ありがとうございます。